久保です。ワイのモットーですけど3つありまして、1、目覚ましで起きない、2、満員電車は乗らない、3、嫌いなやつとは仕事しない。これを徹底して自由に生きています。さてさて、今日のテーマですが、まだ知られていないわずか500円でミントファンエアドロップ資産倍増のチャンスをつかめをお届けします。とても参加ハードルが低いけれど、まだ知られていないミントファンというプロジェクトのエアドロが激アツそうなのでシェアします。教えてクレメンスという方はグッドボタンを押してお知らせください。限定ディスコードでは毎週2回ズーム勉強会をしておりますが、明日8月9日水曜日20時から期待値とは何か、こちらのズーム勉強会を一般開放します。また8月26日土曜日、8月27日日曜日、クリプトブートキャンプを開催。詳細は LINE 登録してください。それでは本題に入ります。まずミントファンとは何ぞやということからお話しします。あまたのプロジェクトは記念 NFT を限定で出していますが、 DeFi をよく触っている方はミントしなければいけないものが多すぎることで困惑するというペインポイントに対して開発されたプロジェクトです。大量の EVM 系チェーンのミントを一つのインターフェースにまとめて、見やすく、そしてミントできるようにしているプラットフォームです。ミントファンの開発チームはコンテクストであり、彼らはチャット GPT を作ったオープン AI 社の CEO サム・アルトマンや、有名 Web3 VC であるドラゴンフライとバリアントから20ミリオン近くを調達しています。現在独自トークンをまだローンチしていません。ここで勘の良い方はお気づきになったと思います。現時点のフォロワーが 3.6 万人で20ミリオンの調達、浸透度に対しての資金調達額が多いですね。これは大チャンス打線でしょう。それでは具体的なエアドロタスクに入っていきます。まずこちらのファンパスをミントしましょう。これを持っていることで、あまたの NFT をミントした際にポイントが貯まるミントファンのパスです。現在の用途は一部の限定 NFT をポイント何点以上からミントできるといった用途しかないですが、このポイントが将来的にエアドロとつながるという見方もあります。イーサメインネットで約3ドルかかるので420円程度でゲットできます。完了するとこのようになります。それでは日々のエアドロタスクをお話します。ファンパスが整いましたら、あまたの NFT をミントすることでポイントが貯められます。ミントファンのホームページに行き、毎日一度何らかの NFT をミントしてポイントを貯めましょう。他にポイントを獲得する方法はリファになります。ディスコードの新規情報チャンネルでは不定期にミント推奨のものをアップしていますので参考にしてください。こちらの見方ですが、1、こちらよりミントしたいチェーンを選別できます。現在対応しているチェーンはベース、ゾラ、オプティミズム、イーサ、メインネットになります。2、無料でミントできるものの表示。エアドロタスクとしてはフリーのものを狙っていくのが無難です。それでもガス代はかかりますので、ミントコストはベースチェーンで 0.3 ドルから、ゾラチェーンで2ドルから、オプティミズムチェーンで 0.1 ドルから、イーサリアムメインネットで3ドルからとなってます。3、フォローしているプロジェクトの出しているもののみを表示。4、ファンパスの点数に応じて自分だけが特別にミントできるもの。5、ミントできるものには必ず右横にチェーンが表示されています。例えばこちらのホログラフの NFT のミントできるチェーンはオプティミズムです。6、ミントナウをクリックするとミント画面に誘導されます。非常にわかりやすくミントできます。自分でミントしたいものをミントしてください。ここでミントすることは概ね安全です。なお、オフィシャルのプロジェクト以外にもありますので注意してください。限定ディスコードではミント推奨するものを案内しています。メンバーの方は参考にしてください。基本ミントすることに危険性はないですが、このサイトに上がっているものの中でオフィシャルと見せかけて実は全然関係ない人の出している NFT がたくさんあります。判別の仕方はオフィシャルのツイッター行き、 NFT ミントイベントを実際出しているかどうかを調べることです。偽物といってもミントしたら1ドルから3ドル程度の損ですので、しっかり値段を見てミントするかどうかを決めてもらえば問題ありません。例えばこれは一見データ分析会社のナンセンの出している早期参加者向けの NFT に見えますが、全くオフィシャルによって言及されていませんし、ミント数も少ないです。オプティミズムチェーンなら1回14円程度ですので、パスのミントコストを入れても500円あれば大丈夫です。もちろんコツコツやるに越したことはありません。現時点のフォロワーが 3.6 万人程度で、
20ミリオンの調達、新東土に対しての資金調達額が多いという状態で、まだ全然知られていないエアドロタスクなので、ぜひ参加してチャンスをつかんでください。さすが久保ちゃんという方はグッドボタンを押してお知らせください。仮想通貨はスキャムが横行していますので気をつけてください。心配な方はミントファンのリンクを LINE でお渡ししますので、 1.YouTube フォローがわかるスクショ、 2.今回の動画のいいねがわかるスクショ、 3.キーワードミントファンと旅好き仮想通貨トレーダー久保へ送ってください。必ず旅好き仮想通貨トレーダー久保の LINE へお願いします。この3つを送ってくれた方にお送りします。キーワードだけ送っても届きませんのでご注意ください。限定ディスコードでは毎週2回 Zoom 勉強会をしておりますが、明日8月9日水曜日20時から期待値とは何か、こちらの Zoom 勉強会を一般開放します。また8月26日土曜日、8月27日日曜日、クリプトブートキャンプを開催。詳細は LINE 登録してください。これからも皆さんが成功し続けるために必要なことをお伝えしていきます。それでは一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。僕についてくれば安泰です。ディスコに入ると完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたら、チャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。